あんま落ちない。え、そうなんだよね、あんま全然落ちなくて、もっとグレーっぽい感じになるかなと思ったけど意外と。でもなんか地毛だけ変に落ちてきた。しかもなんか可愛くない落ち方してる。グレーになる予定だったのに。お疲れ様です。お疲れ様です。な、ケイちゃん入ってく、帰ってくの早い。え、無理、秒速で帰ったよ。秒速で終わりました。秒で着替えます。秒で反省会します。すぐ終わります。すぐ帰ります。すぐタクシー乗って帰ってきた。反省会マジでどのチームより短いと思う。ケツがもうほぼ話してない。本当に早い。もうすぐ帰りたいからすぐ帰っちゃう。着替えが一番早いのは誰だ。え、わかんない。今前はゆずきさんが一番早かった。めっちゃ早いんですよね、ケツは。いいでしょう、早く帰れて。アリさんも今日はもう爆速で帰ってきた。まあいつもと同じぐらいなんだけど、言うて充電しながら配信しないとね。わ、久しぶりにショールームするよね。あり、なんかインスタライブはやるんですけど、ショールームあんまやんなかったかもしれない。隠れ文字ありがとう。なんだこれ、なんか鳥。お疲れ様です。明日はちょっと、あ、でも言わない方がいいかも、特定されるから。遊びに行ってきます。ちなみに明日はお休みなので遊びに行ってくるんですけど、まあ遊びに終わったら配信しようかな。配信コジありがとう。K2 コヤアリさんのユニットと異形のダンスが好き。今日異形のダンスでさ、もうほぼ丸見えだったんだけど、顔帽子かぶってたんだけど、マジ気まずかった。めっちゃ帽子からさ、もう目見えててさ、ファンの人とさね、めっちゃ目が合うから気まずかったな。明日は遊んでくる。うん、天気いい？最高。昨日めっちゃ雨降ってたからね、やばいぐらい。昨日は撮影があって、撮影して、そう、なんか大富豪の撮影して、で終わったらルカさんとご飯行きました。焼き鳥食べてきた。焼き鳥、砂肝も食べました。砂肝食べて帰ってきた。
アリさんの歌声は誰も勝たん。え、今日調子良かった気がする。空をも他もだけど、今日は喉の、え、でも朝めっちゃ喉の調子悪くて、吸引器めっちゃ、吸引器っていうか吸引器、あのミスト出るやつで保湿頑張って喉飴ずっと舐めてたら調子良くなってきて今日歌の調子良かった気がする。前回もね出た時良かったんですよ。最近調子いい。でもこうやって最近調子いいなって思ってると急に調子悪くなる日が来るから怖いんですよね。今日歌い出しゆっくりだった。あ、そう、本当はゆっくり歌いたいんだけど、なんか早く歌っちゃう時もあるしみたいな時もある。なんか調子がいい時はゆっくり歌えるの、でも調子悪い時はあ、もう早く終わらせようみたいな早くなんかね、ゆっくり歌ったらちょっとミスがね、ちょっとあらがバレるんで。そう、前回の公演はプリまで出てなかったので、そう、出てないから今回。あ、ケビンちゃんありがとう。桜タワーありがとう。ケビンちゃん大好き、ありがとう。ラブ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 、絶対結婚しような、ありがとう。ケビンちゃんありがとう。そうだから大変なんですけど、今日はわりかしうまくいった日です。まあ、さんちゃんもくまちゃんありがとう。さんちゃんありがとう。さんちゃんラブだよ、絶対結婚しような、ありがとう。さんちゃんラブ、大好きだよ、ありがとう。そうなんですよね、ずっと配信したいなとは思ってたんだけど、なかなかめんどくさくてめんどくさくて、しょ、あの夜にねやりたくないんですよ配信、まずそもそも。そうで、すっぴんの時とかも配信したいんだけど、あのショールームだとちょっとなかなか難しいんで、あのインスタライブだったら顔出ししなくてもいいから、インスタライブよくやっちゃうんですけど、でも本当ね今日カラオケ配信したかったんだよね。そう、でも忘れてた、まっすぐ家に帰ってきましたそう、夜行性すぎて、夜行性すぎてあのできないの。でも周りのね、周りの友達もやっぱさ、似たような人間はさ、似たような友達がいるわけだからアリの友達もみんな夜行性なの基本だから、もう夜中の4時とかに電話かかってくるんですよ、いつも友達と電話するときとかで、そういうときに限って私は早く寝ようって思って寝てたりするのに、友達も夜行性のせいで電話で起こされる時とかもあるんですよ。だからみんな周りもね寝てないの。じゃママとかからも4時とかにかかってくるからね電話。もう本当にみんな私の周りは昼夜逆転しかしてない。そう、ずれてる？ちょっと撮り直そうかな。撮り直しますね。ちょっと待ってて。